早くも2023年のクソ台が出揃いました。驚くほど人気のない台3戦、1機種目新速のガッチャマン稼働貢献3周で終了。カスタムが一切なし、演出バランスがひどい、サンズ柄がラッシュ濃厚じゃないなど、いいポイントが一つもなくて全てにおいて残念な台。現在の中古価格は約5800円。2機種目聖戦士ダンバイン2稼働貢献3周で終了。多くの人が待ち望んでいた台なのに、ユーザーの意見を 1% も取り入れず勝手に自滅してしまった究極の惨敗。通常時はごちゃごちゃしているし、右は面白くないプラス出玉少ないで打つ価値なし。3機種目バベル5000稼働貢献2周で終了。3段クルーンの突破率が異常なほど低く、ホールの貯金箱と化してしまった超絶ボッタ台。あなたが思うナンバーワンクソ台をぜひコメントで教えてください。